お疲れ様です。さあクライマックスワン決勝 A メイン全10台揃っております。さあ選手ご紹介いたしますので皆様大きな拍手でお願いいたします。クライマックスワン決勝 A メインポールスタート、ライトサーキット炭谷幸輝選手。さあ2番スタートクレスト関口選手。ゼッケン3番 RC パワーオン立花選手。ゼッケン4番ジョーレンズ平田選手。ゼッケン5番 G ワークス小坂選手。6番ホットラップ須田選手。7番サーキット菅原選手。8番若林もけ関根選手。9番ナジコン広場茂木選手。そして10番プロショップ T2 クライ選手。さあ全10名で争われます。クライマックスワン決勝 A メイン5分間のレースとなります。そしてクライマックスワン優勝するとあのカシオのエディフェイスがもらえます。いらんすか。どうもこの下りが気に入っているようです。カシオのエディフェイスがもらえますんでね、頑張ってください。それではクライマックスワン決勝 A メイン5分間のレーススタートとなります。フライングにご注意ください。それではスタートです。ドライバーズオンザトーン。さんが時計を持って帰ってくれるのと思う。クライマックスワン決勝 A メインスタートしました。さあ順当にまず1番2番炭谷選手関口選手、この辺りはそして3番手カーナンバー4番の平田選手が続く。1番2番4番6番5番10番9番8番7番3番という展開です。さあカーナンバー1番炭谷選手トップ走行ホワイト、そしてオレンジブルーのラインが入ってますんですね。カーナンバー1番炭谷選手、そして2番手にはカーナンバー2番関口選手が続きます。さあトップ2台は今マルトコーナーを通過していきます。さあコントロールラインを通過。3番手にはカーナンバー4番常連平田選手、そして6番須田選手、5番小坂選手、ここまでがトップ5。さあ10番9番8番7番3番という展開です。さあレースタイムはここで1分10秒回ったところです。 GT クライマックス A 決勝 B メインお呼び出しします。ゼッケン1番大谷選手、2清家選手、3田中選手、4宮沢選手、5坪井選手、6岩島選手、7浅沼選手、8江田選手、9鈴木選手、10佐々木選手、11黒田選手、12鈴木選手、13羽賀選手、14若田選手、15浦野選手、以上の方はゼッケン配布場までお越しください。 GT クライマックス A 決勝 A メインの方はバッティーチェックまでお越しください。さあレースタイムはこれ2分を経過しております。さあ依然としてトップカーナンバー1番ライトサーキット炭谷選手、2番手関口選手との差はおよそ1秒差となっております。さあ1番2番通過 1.1 秒差で通過していきます。3番手カーナンバー4番ジョーレンズ平田選手が続く。ホワイトオレンジのカラーリングのマシーン、そしてその後ろ5番小坂選手、6番須田選手、ここまでがトップ5、10番9番7番8番3番という展開です。レースタイム折り返し2分30秒経過。さあトップ炭谷選手今コントロールラインを通過、そして2番手関口選手その後ろ 1.1 秒差で続きます。ホワイトを基調としたカラーリングライキリ GT カーナンバー1番がトップを走行、そして関口選手それに 1.1 秒差で続く展開です。ホワイトイエローブルーのカラーリング、レースタイムはこれ3分経過残り2分。トップ3依然1番2番4番となっています。現在14周目に突入しています。
さあ時間は3分20秒を間もなく経過。さあナンバー1番鈴木選手依然トップをキープ。さあ今エディフィスストレート、そして双葉コーナーへと入ってくるカーナンバー1番。さあオメガ、そして KO コーナーを追加するカーナンバー1番のマシン現在トップを走行。2番手カーナンバー2番の関口選手が続きます。さあ関口選手今コントロールラインを通過、 1.7 秒差まで広がってしまった。3番手カーナンバー4番平野選手、そして4番、5番6番10番9番7番3番8番9展開です。さあ時間は3分55秒経過。さあレースタイム4分経過、残り1分となります。トップの順位が変わらず来ておりますが、この50秒切ったところで残りどうなるのか。そうです、だいぶこうタイヤも温まってますので、ね、こういった挙動の変化、その辺もうまくね、計算して走行してるはずですね。残りもう間もなく30秒で決勝 A メインの優勝が決まります。さあ1番鈴木選手依然トップをキープ。さあクライマックス1トップゴールですと優勝するとエリフィスがもらえますかね。さあ時計がもらえる、この優勝なるか。残り15秒。さあ鈴木選手今ヘアピンを通過、ミドルストレート、マルトコーナー、コントロールラインを通過。そして関口選手も同一周回入ってきた。時間はここで5分が経過。さあ KO コーナー回るトップマシン。さあミドルストレート、マルトコーナーを回ってカーナンバー1番第1サーキット、炭谷選手決勝 A 面優勝おめでとう。そして準優勝クレスト関口選手、第3位ホットラップ須田選手が入っております。さあクライマックスは決勝 A 面優勝ライトサーキット炭谷選手おめでとう。